はい、ということで芋掘り終わりまして、はい、大量でございます。すごい、すごくないこれ、食べきれますかね、こんな量の。いや、すごい、すごいよ本当に、こんな感じでね、いっぱい取れて、ね、それじゃなくないですか、出すやつ。なんでそのすごいね、そっぽめの出したんですか。なんか大きい、何大きいの例じゃないでしょそれ。うん、これ大きくない、それあんま大きくなくないですか。なんでニヤニヤしてるんですか。当たり前のこと言ってますよね。あの感じ方は人それぞれだもんね。え、そのこれを何と捉えてるかですよね。芋と捉えてますこれ。あのまあね、でもすごい楽しかったなと思いまして、うん、あ、なんかデートとしてはねすごい良かったんじゃないかなと思うんです。まあデートとは思ってないですけど、まあ確かに良かったです、ね。どうです、点数つけるとしたら。点数は、うん、まあでも芋掘りすごい思ってたより全然楽しかったなっていうか。まあ、でもなんか途中からなんか芋のことを変なものに見立て出してた気がしたんで、それが気持ち悪かったので0点です。クソだ。いやいや、やめてくださいよそんなことするの。農家の方もいらっしゃったのに。すごいなんかそういうふうに変な風にさ、なんか下ネタみたいな感じにさ、捉えてさ、りなちゃんがそういう反応するから、なんかね、その農家の方ともなんかちょっと気まずい空気に一緒になってたけど、自分なんですよ。すごい他のところではなんかね、いろいろね優しくね、なんかリアクションとかしてくれてたけどね、うん、ちょっとリアちゃんが下ネタ言い出してからちょっとなんかちょっと空気が悪くなっちゃったけど。いやいや、私じゃない、あなたですよ。てかあの芋だよ、あの芋。何あの形、あの芋のせいでなんか、うん、農家の方もちょっと気まずくなっちゃった。あの芋が何なのじゃん、何だと思ってるの、何と見立てて。いや私は別に何そのわかんないんですけど、なんかと、だって絶対なんかあるんでしょもう。まあでも気持ち悪い。